おはようございます。釣り子 TV です。一斉のハスフラットね、これ。いやー、 GC ハスフラット180って書いてありますけどね。このルアーを一つ手に入れることができたので、早速開けていきたいと思います。まあまあまあ、180ってことでビッグベイトって感じになるんですかね。こう、あ、パッケージがシンプルだけど、こうかっこいいですね。こんな感じで、え、あ、出てきた。あ、はいはいはい。こんな感じで結構なんかいろいろ入ってますよ。あ、リップがちょっと後で読んでみます。で、こういう台紙が入っていて、あー、出てきました。これね、ハスフラットって、あ、ね、硬いんだなこれ。あ、まあちょっとじゃあ各パーツを見ていきたいと思います。これリップでかいですね。結構思ったよりもこのボディに対して、このボディはもちろん大きいんですけど、大きな、ね、リップがついているっていうことで、顔周り、ここら辺のね、顔の造形なんていうのは、ツイッターとかでね、随時こんな感じの顔を彫ってますとかね、村上さんのブログとか、ブログで、まあ、ツイッターとかでちょいちょい出てましたからね。こんな感じでこうフラッ、なんていうかね、大きなフラットサイドクランクっていったイメージでしょうか。まあ、ミノーというか、でもこのね、なんかありそうで微妙になかったバランス感じゃないかな。結構どういう動きするのか、かなり大きなリップがついていて、やはりね、針もまあこういったルアーなんで、ちょっと大きめのがっちりとしたフックが、ついていまして、まあ、前が大きくて後ろがちょっと小さいフックですけどね。で、こうジョイント部分、こういう感じの可動なんですけども、なんかね、そのまあ、ここもなんかそうですね、ジョイントが2箇所あるんですけど、結構独特な可動ですね。触ってみるとわかるんですけど、硬いんだけど柔らかいっていうか、まあもちろんプラスチックとかボディだと思うんで、もちろんハードなんですけども、ただなんかね、動きがね、ちょっとこの、あ、この縦のこの可動域が若干感じるからかな、なんか硬いんだけど柔らかいっていう、なんか不思議な触り心地なんですよね。ただこうじゃなくて、このちょっと縦揺れ的な可動域もあるっていう感じの独特な触り心地で、まあ、実際ね、早く泳がしてみたいなっていうところで、でこの尻尾買ってね、これなんか見た目から柔らかいものがついてんのかなと思ったら、これハード素材なんですね。で、こういう取り付けになっていて、ね、でもプラスのネジで止められてるんで、どうなんだろう、破損したら替えのパーツとかも変えるようになるのかな、テールの色交換できるのかなって気になるとこですけどね。こんな感じで、まあ、カラーリングはすごい綺麗ですよね。このなんていうか、雅って感じですかね。ギランギランではないんですけど、なんかこう、ね、で、腹かなんで、このちょっと春先のこういった時期とかいいんじゃねえかなと思って、こんな感じの色なんですけども、で、目はギロッと赤い色でね。で、このパーツが、これはどういう、説明書きの紙が入ってまして、本製品のリップは脱着可能です。取り外しの際は本体についているトレブルフックに十分注意し、本体を手でしっかり持って固定して作業してください。
リップをまっすぐ引き抜いてください。斜めに引っ張ると破損する恐れがあります。交換したいリップをまっすぐ差し込んでください。樹脂製のため外れやすくなります。好みのリップを早めに接着することをおすすめします。セメダインスーパー E 等が、おすすめ。替えのリップ、サイズは同じように見えるんですけどね。まあでこれをまあちょっと怖いんですけどね、まっすぐ、あ、抜けた。あら、はいはいはい、あー、でまああれどうなんだろう、こういう感じでも使えるってことなのかなね。でうん、リップの大きさは一緒ですね。でこれだとまあ取れちゃうことがあるから、まあちょっと好みのセッティングができたらね、これ接着して使ってくださいねということで、書いてあります。まずはねちょっと接着しないでどんなもんなのかいろいろ試してみようかなと思いますけども、後ろにあとこう説明書きがいろいろ書いてあるのでちょっと、見ていきたいと思います。一世一作目のビッグベイト、全長18センチ、ニオンスクラス、琵琶湖その他の、河川に生息しているハス、まあかっこケタバスともいう、をモチーフにモデリングしましたということで、まあハスフラットってことですね。アクションは水面から半水面にてボディを激しくくねらせながら攪拌させます。フローティングモデルは基本的にデッドスローからスローリトリーブのただ巻きプラスポーズで使用します。河川でのドリフトおよび流し釣り、また琵琶湖等回遊系のパスに対して水中をデッドスローにリトリーブします。ロッドティップで小さくトゥイッチを加え頭をキレよく振らせるのが特徴です。ということで、これからこの展開としてフローティング、スローフローティング、スローシンキングのまあ重さの違うチューニングバージョンというか、まあこれはフローティングだと思うんですけども、徐々にいろんなサイズ展開がなされていく、サイズっていうか重さ展開ですね。これね、そっか、結構どうやってね、ちょっとクランクベイト的に関東だとどうでしょうか。ま、あんまりハスってのがいないんですよね。だからハスパターンっていうのが案外少ないんですけども、そうですね、河川でその結構横とねなんかもボラの稚魚ですかね、まあ、イナッコ、これぐらいのサイズのボラとかね、そういうのが、いっぱいわっさわっさ泳いでいて、でちょっとユーマ詰めとかにね、それに下から突き上げるようにパーッとこうバイトが出たりっていうシーンなんか見たりとか、まああとはまあいろいろ投げてみないとどういうところでっていうのはありますけども、18センチなんでもうめちゃくちゃバカでかいっていう感じでもないので、ニオスクラスだからまあ 50g 前後っていうことだと思いますんで、そうですね、まあ、ジョイコロなんかと合わせてそういったタックル持ってる時は、ちょっと泳がせる、気分の時はこれを使ってみて、で、まあ、はたまたちょっと変えてみてとかね、この可動域の違いとかで、まあ、浮かせてパカッと食わせのアクション入れたりとか、そういう感じで使ってみたいななんていう風に思いますけども、何にしてもこの一世一作目のビッグベイトっていうことでね、なかなかこのここにこうエッジがあることによってこの横のフラット面がね大きく見えると、フラットサイドミノー、フラットサイドビッグベイトクランキングなのかな、まあちょっとねいろいろ、そんなにね得意な釣りではないので、とにかくせっかく手に入れたんで、まあいろいろ投げながら試していこうかななんていう風に考えておりますが、あとね一世だと結構そのアクションの動画とか、あとは実況の方の動画とかね、そういったのをいっぱい YouTube で探すと出てきますので、そこら辺でやっぱ上手い人の釣れてる、間っていうんですかね、どういう、テンポで巻いてるのかなとか、どっ
こら辺で食わせの誘い入れてるのかなとか、そういうところをまあ研究してですね、自分でも真似して釣れるようになっていければななんていうふうに考えているんですけども、まあこんな雅なパッケージに入ってこんな感じのね、かっこいいっすよね。ちょっとカチッとしたこのデザインが、一世独特というか、ちょっとカクッとしたところも入れながらこの丸みもちゃんと入っていて、ほんとね形が綺麗っていう感じですかね。まあ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 、せっかく手に入れて、これからですねハイシーズンにも突入したっていうことで、最近ねほんとマグナムクランクなんかもほんと関東でも案外投げると釣れるんだぜっていうのがね、いろいろブログとか、あとはね釣りビジョンの番組なんか見ても、判明してきてるんで、まあその流れに、乗り遅れるなっていう感じで、こういうちょっと大きめのリップで泳ぐタイプのルアーね、こういったのも積極的に、ダム湖なんかでちょっと投げて、まあ、デカバスを狙っていければななんていうふうに考えております。というわけで本日の釣り子 TV はこの一世一作目の、ビッグベイトっていうことで、ハスフラット180、これを、買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。